はい、今日はですね、2023年12月の19日、時刻はですね5時、いやごめんなさい、4時57分。もう私もあのライトをつけてますね。声が出るようになりましたかよ、本当に。いや、今日の朝よりも高い声が出てるかも。ちょっと出してみましょうか。いや、今鼻声でですね、あれの、ちょっと待ってね。あ、やっぱ綺麗ですね、この時間ね。この時間帯綺麗だ、綺麗っていうか、あの綺麗に見える。いや、今黙ったのは何かというと、あのほら正面に、観覧車が見えるじゃないですか。あれがね、何時から着くかなと思って、今ね5時、いや4時58分なんですよ。もしかすると点灯時間っていうのが決まってて、5時なら5時だとちょうどいいんですけどね、点灯が始まるって。いや、あと1分ぐらい、世紀の一瞬ですよ。そうなれば。いやね、今のほら、季節でないと、仮にですよ、5時なら5時にパッて着いた時に、これが、あ、そうか、そうですね、夏の頃は5時に着くはずないですもんね。ですから今ちょうど、一番ほら日の入りが早い頃ですからね。もしかするとタイマーで5時にパッてなってると嬉しいなと思ってですね。あれですよ、 YouTuber はですね、もう私も YouTuber、5時、あ、おお、ほらちょうどやったですね。いやいや、本当ですよ、ちょうど私の時計も3秒と違わない。これは拍手ですよ、これは拍手ですよ。いや、自分の読みがですね、ほとんど外れるんです。私の読みは外れる、空振りが多いんだけど、ちょうど5時でしたからね。じゃ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 ですよ。いやいや、いやですからね、あれですよ、YouTuber になって、いや、友達に言わせるとチャンネル登録者数がですね1000人を超えると、まあ YouTuber って言ってもいいんじゃないかって言いますからね。ですからその代わり何やかんやをこうあれにせないかんわけですよ、ネタにね。何でもないことですよ。あ、もう真っ直ぐ行きますよ。今日はもう観覧車さんです。観覧車さん、ありがとうですよ。いやー、嬉しいなー。いや、こういうね、いや、ないですよ。しかもですよ、今日は出てくるつもりなかったんですよ。こうやって早めに帰るつもりだったの。そしたら照国神社とですね、それから、あ、ちょっとあれを、ワイパーをちょっと止めようかな。照国神社と城山の、展望台でですね、両方合わせてね1時間ぐらい、撮影、あ、ここで、あ、もう一回ですね、どうですか、皆さんも一緒に観覧車に。さっきありがとうね。2分ですよ、2分、まあ仮にさっきここで5時止まっとけば、あそこが多分私は言ったと思うんですよね。皆さん、ほらって、アミプラザの上の方に観覧車が見えますよ。もしかするとですね、あれ
5時に点灯するかもしれませんよってこう言ってて、5時にピタッてあれが来ても、はい、伯爵衆なんですけど、いや、あの、何でも言ってませんからね。この前リスナーの方から、私が何やったっけ、いや、それはあれです、あの、ノンストップドライブじゃなくて、あの、リアルドライブじゃなくて、ノンストップドライブにですね、なんかの、かっぱえび線かなんかのあれを、したときに、リスナー、あの、あれですよ、なじみのリスナーのさんの方からですね、もしかすると酔っ払ってませんっていうような感じのあれが来ましたけどですね、もうこうです。あの、いや、昔からですよ、中学校の頃から、あの、その、いや、そう、飲む飲まないとかじゃなくて、あんまりね、あの、こんなテンションにならない、ならないタイプなんですけど、スイッチが入るとですね、なんかその、なんですかね、カラオケの時ですよ、何か歌えって言われて、もう絶対歌わんかった男が、何かの拍子でちょっとマイクを持って、持った途端もうマイクを離さないっていう人がいるじゃないですか。たまにね、そういうあれになったんですよ、社会人の頃もね。なんだけど最近はこういうリアルドライブでもですね、いや、最近はってやるんですよ、もう、まあ、今日ぐらい、今日がその初めの、あの、初めの第一歩なのかもしれない。あ、話変わりますけど、このほら、右側、お酒ってありますよ、酒。あれの向こう側にもね、なんかビルができるみたいですよ。それとですね、あ、今どこの右側の渋滞は多分 JR がの列車が通っての信号、あの、踏切待ちだと思いますね。あ、右行きますよ。あれ、あ、まあまあいいや、アミプラザのね、なんけ、あ、そうだ、ちょっと時間があるから調べてみようかな、ちょっと待ってくださいね。いや、最近はね、よく調べるようになった。ああ、もう信号があれしますね、港大通公園点灯。いや、もうやめた。あ、もう、あの、スマホは横に置きましたからね。エスペラー、いや、あの、すいません、今ね、アハートデイズナイトを歌おうと思ったけどですね、もう外れてるのが分かりましたか、やめましたけど。It's been a hard day's night。 いや、高音だけ出るようになった。あの、高音って言ってもほら、あの、音楽的な高音じゃなくて自分的な高い声。 It's been a hard、 It's been a、 違うな。シャレムに惚れて惚れ抜いた、これも違いますね。あの、音楽的なね、あれはね、全然ない、全然それは戻ってこないけど、高い声だけはですね、何があるっけ、何があるっけ、ほい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 がほいなんだ。いや、前はですよ、こういう声も出ませんでしたもんね。
俺のハートがホイホイ。だからこれの鼻声が取れると昔の、営業やってた頃ですね、歌がうまい頃じゃなくて営業やってた頃、こんにちは、いやこれぐらいじゃないですね、いやよくやれたんですよ。あんたが来ればなんか、なんかこう妙な感じになるわよって言われるんで、妙な感じっていうのはいい意味のね、なんかね、あんたがねこんにちはって来るとね、なんかふわってするのよっていうような、ふわっとは言われませんよ。なんかね、あんたが来るとね、なんかねお茶を飲むことあるのよっていう人もいました。こんにちはって、いや前の車が抜けたのはよくわかる、よくわかりますけどね、ここはね YouTuber としてね、いかにこの鹿児島の、これは渋滞じゃないですよ、一旦この、まあそうですね、今5時8分なんですよ。だから多分この時間はね、JR の、あれがこの通勤通学帯ですからね、結構複数重なるんじゃないですかね。でそれで今ちょっと開かずの、踏切状態。まあ、だけどよく全国放送でいうところの開かずの踏切とは違うんでしょうけどもね。ちょっと待ってくださいね。港大通公園イルミネーションテント、何時からって書いてないっけ。ハラ、こういうのと書いてくれないかんですね、何時からとかですよ。あ、テント時間ってなった。7時なあ、7時いや、そう、今ちょっとね、いや、これはクリスマスの時期じゃないかもしれないけど、あそこはね、いや、夜はあんまり通ったことないですからね、あれだけど、もしかすると年間を通じてあれがあるのかもしれない。シャラララララララ、シャララ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 ラ、いやね、音痴はね、わかるけど、高い音が出るっていうのをやったもんですからね、嬉しいですがよ。はあ、花は霧島、タバコは国分。いや、これはね、あれ、皆さんに聞いていただくとかじゃなくてですね、自分が将来この動画を見返した時に、いつぐらいからこの高音が出るようになったかっていうのをですね、記録映像。あ、話変わりますけど、あれですね、この何け渋滞は JR とは関係ないですね。いや、踏切がほら、遮断機が降りてるかなと思ったんだけど、違うわ。ということはあれですよ、いわゆる信号機のあれですね、要するに渋滞の時に、
渋滞時間の時はやっぱり幹線道路を優先するようになってるんでしょうね。はー、棚は霧島、うん、違うな、ここ右行きますからね。ひさ、違う、あ、すいません、皆さんは ありがとうございます。耳を塞いでくださいね。いや、せっかくだから、いくつもほら動画、いくつもの動画でこうするんじゃなくて、一つの動画だけでちょっと試しますからね。ほーほーい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 、違うな、あ、もういいです、あれです、ここで止まられたらどうしよう、一旦抜けますね。いや、後ろから車が来るんですよ。はい、どうぞどうぞ。後ろからの車が、ね、詰まってる。ありがとうございます。いや、こっちに来たので、この正面に旅行客はいないかなと思ったんだけど、そうでもないですね。あ、もうだいたい、もう夜景に近くなりましたよ。高見橋のあれはまだですね。なんかね、あれみたい、ライトアップされるみたいなんですよ、ここもね。それじゃどこ行こうかな。いや、もうぐるぐる走り回ります。走り回る。文川ソロ、これも違うな。今ですね、あ、ちょっと待ってくださいね。いや、信号待ちでちょこちょこ左右を見てるんですよ。どう行こうけ、どう行こうけって、いや、こういうあれな、どう行こうかな、意見横かいねって感じなんですけどね。まあいいか、ダブってもいいですね。ほんで右の方にですね、あ、ちょっと見にくいけど、この信号の右、向こうの歩行者用の横断歩道の向こうに2階建てができてるんですけど、これはね、なんかマンションのね、何ですかね、見本地ですかね、サンプル、なんですけ、要するに、マンションの内観みたいなんですけどね。やっぱり夜はあれですね、まだできてないのかもしれない、完成はね。いや、というのはこの前気づいたんですよ。なんかもう急にパッチできたような感じがしたもんですから、そしたらリスナーさんの情報によると、そのマンションの、あれじゃないかあれですよ、あ、展示場、いや、展示場じゃないですね、まあ要するにそれです。ドラホンならですね、本当はあれですよ、港大通公園のね、あれもクリスマスのね、あれも見ていただきたいんですよ。
と今5時17分ですから、もう着いてると思う。だってさっきのあれが出たですもんね、観覧車がね。いや、この時間から着いてもらわんとですね、例えば観光客の人がですよ、鹿児島のそのクリスマスイルミネーションっていうのはどこどこがあるっていうのを聞いて、でその中で、あそうかって、あそこに、港大通公園というところにそれがあるんだったら行こうかなと思って、5時ぐらいにこう歩いて行ったとするじゃないですか。そしたら5時になっても点灯しなかったりするとですよね、多分30分単位でこうあれが、あここ左行こうかな。いや、この電車通りは結構通ってますからね。あ、このワイパーも手動で動かしますからね。トゥルトゥルル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 ッチ、トゥルル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 ルッチ、まだ手動、まだ手動って言った。ビートルズの曲でダジャレを言おうかと思ったけど、例によって音程が外れてですよ、すいません。マザジュードトゥー、マザジュードトゥルッチ、シンギナケンチ、トゥトゥトゥルルル、全然違う。ララ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 ラ、何度目みたいに高い声が出るようになりましたね、本当ね。いや、びっくりする。それとその脂紙が取れたみたいですよ。脂紙には七人の子って言うけども、最初はのっぽで、あとはちびっち、みんな一緒に歌いましょっち。さあ、ちなみにね、このね、正面っていうんですかね、ここはね、山下小学校、向田邦子さんも出られるところですね。あれですよ、夏の頃は全然、5時20分って言ってもそんな意識しないんですけど、もう多分ね、日没時間は過ぎてると思う。シュルル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 、あ、吉江宮さんの、家の家じゃない、店の前ののれんけないけ、のれんじゃないですね、あそこにライトが入ったのを、まあ撮ったか、今までも撮ったかもしれないけど、意識したのは初めてですよ。美味しいですよ、ここ。あれで口コミで連続ナンバーワンじゃないですかね。君が住むうち、ああ、いいな、いいな。ああ、20分ぐらいだ。あ、ということですね、この動画はこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。